亀山人6月10日から1974年1月13日は、明治、大正、昭和期にかけての銀行家。茨城県鹿島群夏海村に生まれ、高等小学校を卒業後、1900年に15歳で、川崎銀行に入り、水戸支店から銀行業務を始める。半年後、川崎銀行本店に移り20年間合わせ、貸付など実務を担当し、 また、川崎家の若手を指導した。次長、銀行とともに60年によれば、最終学歴は、神田西基町の野学の東京商業学校卒業。1919年35歳で、足利銀行に副支配人として派遣され、実質的に同行の運営を担った。地方銀行としては異例であったが、東京に本部機構を移し、東京から本支店に、 取締役総務部長として指示を行った。この間、第一次世界大戦後の強行の直前に貸し出しの回収を断行し、強行のため市場の資金が逼迫すると一転して、資金供給を図り有料取引先の拡大を行い、経営基盤の強化をした。また、競合銀行の買収を行うなどネットワークを広げ、宇都宮に拠点を確保した。 関東大震災に際しては消失した東京支店を16日目に再建し震災復興の先駆けとした。1925年40歳で麹町銀行の支配人となり、同行が川崎大百銀行に合併されるまで3年間経営を任され人材育成に注力することにより、預金量を4倍に増やし、金融強行に際しても川崎銀行の援助を仰ぐ。 ことなく乗り切った。1929年44歳で川崎貯蓄銀行が実質的に川崎大百銀行から独立経営に移行するのを機に同行の常務取締役となり国債で協託すべきところを外閣2歳に切り替えて協託して大きな値上がり益を獲得し金解金でダメージを受けた有価証券損を一掃した。また、 定期積み金に注力して、同行の預金料授業を引き上げた。1930年から、水戸の時は銀行の取締役を兼務したが、1933年に47歳で、同行の頭取りとなり、1935年に土浦の50銀行を合併し、常用銀行の初代頭取りとなった。この間、川崎大百銀行が不審であったことから、 川崎貯蓄銀行を合併させることを提言し、1936年、大百銀行として再編するに至る段取りを行った。常用銀行では、合併銀行の人の輪に留意するとともに、利息低減貸付制度、愛国預金制度を創設したことなどにより、業績を上げ、大百銀行に依存しなくても良い体質に改善した。大百銀行が1943年に、 三菱銀行と合併した後は、常用銀行の経営に専念しその発展に尽くした。戦後の1951年から7年余り、地銀協会長を務め、内国為替決済制度の存続問題、公員教育制度としての銀行口座の開始、長期信用銀行の設立、金利問題などを協会長として取り組んだ。1958年に、 上洋銀行の会長となると同時に、1953年から取締役を務めていた日本火災会場保険の社長に72歳で招生され、5年弱の間、同社の経営にあたり、収入保険料を大幅に伸長させ、また、海外営業への道筋をつけた。上洋銀行、日本火災ではそれぞれ会長、取締役相談役となり、 1974年89歳で死去。この間、水戸商工会議所会頭、茨城県商工経済会会頭、茨城県共同募金会会長、茨城キリスト教学園講演会長、財団法人水戸東部官所代理事長などを務める。1955年王女法省受賞。1971年君参当局日、中受賞受賞。 1974年14位に女性られる。号は6月。ありがとうございます。